ラジオネーム農家の人さん、ああツイッターで、うん、コメントとかツイートをくださってる方で、うん、小倉さん、スイパパ娘さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。いつも車中なり自宅なり楽しく聞いております。質問なのですが、コンポーザーとして長くご活動なされており、娘さんもスタッフとして活動なされていますが、今まで出会ってきたコンポーザーさんで、この人はすごい、もしくはこの人はやばいと感じたコンポーザーさんがいらっしゃったらぜひ聞いてみたいです。それ困るんだよな、それな。コンポーザーさん、基本的に出会わないんで、その他の人と一緒に仕事することがないんだよね。あー、確かにそうかも。そう、うん、だからそのなんていうの、ジョイントコンサートもやらないし、別にね、うん、コラボして何か作るとかいうこともないし、でさ、せめてさ、ゲームが好きだったらさ、あるかもしれないじゃん。そうそうそう。で、ゲームは別にね、やらないから特殊なゲームしかね、好きじゃないから、うん、だから、たまにね、たまに竹野内さんがね、Facebook としてこれに参加しませんかみたいなのをお誘いくださるんだけど、うん、本当にね、竹野内さんを誘ってくださるたびにね、ちょうど山場みたいな、あー、別件が詰まっちゃってんだ、うんうん、ちょっと今外せないなっていう感じの時期が多くて、でもね、それそういうのに参加したとしても、ほらメールで済んじゃうじゃない。そうだね、直接的に対話をするとか、お互いの作品を聞き合うみたいなことはないもんね。うん、でましてほら曲は聴かないでしょ俺。そうだね、自分が作る側だからさ、うん、むしろ聴けないっていう時期あるじゃん。そうそう、音楽聴きたくない、うん、入ってきちゃうから。ゲームコンポーザーっていう括りがなければ、おお、全然なくていいんじゃない。なんかいたような気がする。ヒップホップのフリースタイルが頭の中でなんか思い出しちゃってこの間うっかり休みの日に深夜見てしまったフリースタイル対決でしょあれが邪魔してね、こう思い出せないんだよね結構最近ね、前の人っていうか、なんていうの、一時代を築いた人、うん、のをこう聞いたりした時期があって、陽水とかさ、うん、そ陽水とか、あとオフコースとか、うん、吉田拓郎、うん、なんかその辺をこう聞いた、あ、いた、うん、メタファイブ、あ、そうそう、メタファイブをね、うん、聞くと、なんだろうな、刺激を受けて頑張ろうと思うモチベーションが上がる。上がる。うん。ドントムーブか。うん。一番ね。進めてくれたんだよね。メタファイブ。うん。ドントムーブ見たとき。そう。で、俺もね、勧められてっていうか、まあ、ちょっと教えられて聞いてみたんだけど、うん、そっからちょくちょくメタファイブはチェックをするようになったんだけど、うん。まあおじさん集団ですわ。うん。早い話がね。そうね。でももうバリバリのおじさん集団なんで、うん、まあ到底普通じゃかなわないでしょうっていうクオリティなんだよね。音作りから何から。あ、そうそうそう。それでね、俺ね、この人好きだと思ったのが、うん、その人自身のオリジナル曲って聞いたことないんだけど、うん、砂原義則っていう人がいて、うん、その人が可愛いのよ。男性。うん。かわいい。かわいい。曲が。いや、見た感じっていうか雰囲気。あ、外見、うん、うん。俺はきっとこの人とは友達になれると思ったんだよね。え、どういうこと？うん、この人は多分すごい人なんだと思うの、その道で。うん。メトファイブの一員ぐらいだから。うん。でも、俺すげえんだぜオーラがないの。うん。俺好きなんだよね、オーラなら。あー。音楽が、うん、うんうん、だから、ああ僕はこの人は好きだと思って、うん、すごく純粋に向き合ってるんだ、うんうん、だからそういう人の話は聞きたい、うん、あ、そういう友達になれそうか、うん、
急にびっくりした。なんか可愛いんだよね。俺友達になんか危ない匂いがするぞ。いや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 、どういうところからその話になったんだろうって。でなぜかその砂原義則って名前なのに、うん、ニックネームがマリンっていうらしいんだよ。でそこがね、なんかこうシンパシーを感じて。マリンって昔すごいやりたがってたプロジェクト名だよね。そう、プロジェクトマリンっていうのがあって、うん、でまあそれはね別の形で 何かしらの形でやりたいなと思ってるんだけど、うん、だからそのマリンって名前を見た時に、えこの人もマリンっていうのと思って。そうだからそこもねなんか共通項があって、うん、ああもう俺は砂原くんとは友達になる、うん、もう一方的には友達。そうこちら側としては。そうだからね彼の作ったものは聞いてみたいんだけど、うん、検索しても出てこないのよ。おクラフトワークのオマージュ的に作った楽曲は上がってるのね YouTube とかには、うん、でもそれはあくまでクラフトワークのものを使ってるんで、うんうん、どっちかっていうとまあアレンジをしてるだけっていう感じなんで、ライブでもいいから乗っててくんねえかなと思うんだけど、ライブっぽいのがあってもなんかこう DJ みたいなんだし、いやーちょっと DJ はな聞いてもしょうがないなし。じゃあオリジナルの制作的なものはわかんないんだ。わかんないね。そこまで細かくは Google で調べたりはしてないのね。うんうん、見つけられてはない。うん、そうだからまあ大きい括りで言うとメタ5が今のところそういう質問に対して答えられるアーティスト集団っていうか、うん、ただメタ5の中でやっぱりドントムーブが環境と心理っていうのがちょっと前にね去年ぐらいに出たんだけど、うん、あれはねちょっと違うかな、違うかなって俺が決めることじゃないんだけど、あ別に自分には刺さらないかなって刺さらないかなっていうか今は刺さらないかな、うんうんっていう感じで。一押しはドントムーブの方なんだ。ドントムーブはね何年も前に出てるけど、うん、でも今でも刺さるっていうか、なんだろうな演奏技術と、うん、アレンジ能力と、うん、引き算のものすごさ、ゆとりを感じさせるよね。ああものすごく、ああ何この一生懸命じゃなさ、さうんうん、そうすっごいおしゃれに見えるのよそれが。もう腹立つぐらいね、もう余裕あるからさ。そうなので農家の人さんに対する答えはゲームコンポーザーではないんだけどもメタ5という、うん、アーティストユニットがいるので多分ね刺さると思うのでドントムーブおすすめです。おすすめでございます、はい、あちなみにあれだよ、全然ラジオなんかやる前にさこのチャンネルで出してたビープルのスポット CM、うん、あったでしょ、うん、あれのさワンカットでこういう上空からの街並みのシーンが、これメタ5リスペクトだからね、うん、知ってた。本当もうねこのフリー素材見つけた時にんまりしちゃった私これ続かわってまだ全然ねソフトとかもない時代にパソコンも家庭用のパソコンしかない時に、うん、なんとか貼り合わせで作ったやつはねちょっとメタ5リスペクトで作っちゃった。なんかねホームページもかっこいいんだよな。あそうね、うん、おしゃれだよね、うん、あそう、それでこの農家の人さんのメールを見てて私もぜひねお伝えしたい方がいらっしゃるのよ、うん、ちょっとコンポーザーさんじゃないんだけど、うん、スタッフとしてうちのね、うん、ことでやるようになって知った人でアーティストっていう意味で、うん、音楽ではないんだけど、うん、私どっちかっていうと何かをフォトショで作るとかさ、うん、そっちの方が多かったじゃない、うん、それで見つけた人が、うん、バンプのほらアイラブバンプだから、うんうん、音楽はもうほら弱相撲かなバンプしか出てこないので、うん、バンプのロゴのデザイナーさん、うん、宮志雄一さんっていうグラフィックデザイナーの超有名な方がいらっしゃるんだけど、その方がまさにメタ5的というか、でなんでかっていうと宮志雄一さんって若かりし頃バンプのロゴを作ってくださって、で20周年の時とかもロゴを作ってくださってるの、うん、めちゃくちゃかっこいいのよ。もうなんか数学的な配列、うん、超引き算の
綺麗な作りをする方なんだけど、その方を知った時にポートフォリオを見に行ったのよ、うん、他にどんな作品作ってるんだろうと思っていろいろ勉強したい時期だったので、うん、見たら嵐マークってわかる？なんとなく。あの嵐っていうさ、王様みたいな感じ。そう、漢字をもじって王冠に人の顔になってる、うん、あのマークであったり、AKB48 のね、いつも CD とかについててよく見るんだけども、あのロゴであったり、うん、東京ガールズコレクションのイメージアートであったりを作られている、まあこう言ったらなんだけど、おじさま、うん、50代多分後半とかなんだよね、もう重鎮みたいな人だから、うんうん、そんな人が今の若い女の子たちが可愛いっていうものを作ってるのよ、うんうん、それがやべえと思ってそれだけはちょっと言いたいなって、うん、だからそのメタファイブもすごい人たち、うん、ある一時代を築いた人がプロデュースして、でも今の多分若い人が聞いてもかっこいいと思うものを作ってるわけじゃない、うん、だそれにこう近いものをね感じて、うん、その宮司さんにもだすごい人はねどこまで行ってもすごいんだよ、うん、あの時代を選ばない、うん、むしろ多分先取りしすぎてるぐらいなんだと思うんだよね、うん、だから昔わーってみんながなってもそれはきっとその人の 100% を見てわーって言ってるわけじゃないんだよね実は、うん、その人は 100% の力を出してなくて、あ、60% ぐらいの力を見て、それを見た人たちがみんなわーって言ってブームみたいになるんだけど、それがずっといくと実はまだ残り余力の 40% をうまく使いながら常にこう新しい 60% を出しながらやっていくから、どんな時代であれその時代の若い人を中心とした人たちがわーって言ってくれる、支持されるようなものを出し続けることができる、うんうん、あとはまあ商売上手っていう部分もあるだろうけどね、まあうん、そうね、本当にだから商業として、うん、まあ、特に宮司さんって商業デザイナーだから、だそこはその難しいところで、商業的なものに徹するって、うん、結構さ難しいじゃない、嫌だなって思うところがあるじゃない、うんうん、だからそれができるって逆にすげえなと思うんだよね、うん、だからそこの折り合いがすごい美しいんだと思うの、うん、だからさっきアーティストっていうくくりで言っちゃったんだけど、確かに宮司さんはあくまでデザイナーだと思うのよ、うん、アーティストではなくて、うん、求められたものを的確にアウトプットする、うん、提供する側、うん、なんだけど、そこになんかすごい凄まじいレベルのこだわりを詰め込んでくる、人にうわって思われないぐらいの万人受けする範疇ではあるんだけども、そこにこううまく引き算して自分をのこだわりを詰め込んでくる感じがとてもおしゃれなのよ、うん、ある種職人芸だな。で、あくまでもちろん本人がさ答え合わせしているわけではないから、見ている側が分析して、うん、それこそデザインとかを勉強している人たちがこれ実はこうじゃないっていういろんなそういう見解があるんだよね、うん、上がってるんだけどネット上に、それをこう発見されるのを見るたびにうわって思うっていう、でもまだまだ多分本人は言ってないだけで実はあるんだろうなって、うん、その際にこの農家の人さんが追伸で、先日は自分がビープルおよびステッカーを購入したツイートに反応していただき誠にありがとうございました、はい、購入特典のイラストが富士フィルム製 L 版写真用紙だと気がついたことに、このようにおーっていうあの顔をね喜んでいたことにほっこりしてしまいましたお二人のご活動をこれからも応援しております、それでは失礼いたしますって、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。それはね、富士っていう印刷が、うん、あ、聞いたんだよ、頼む写真屋さんを探、うん、写真館を探してる時にこう無地と富士どっちがいいって聞いたので富士のがね単価が高かったの、やっぱ紙質がいいから、でもここはやっぱちょっと裏に富士フィルムって書いてある方がかっこよくねってなって富士フィルムにしたっていう経緯があったので、
本当に嬉しかった。それをしかもツイートしてくださったっていうね、そこにねこう目がいくっていうね、うん、なかなか嬉しい、うん、お次は、お名前みなみなみさん。あ、みなみなみさん。みなみなみさん。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。いつもラジオを楽しく視聴させていただいています。ファイル30のゾイドの話題でこの度お便りを送ることに決心しました。はい。小学生の頃にリアルタイムでゾイドをプレイしていまして。小学生の頃。小学生の頃。さらには同時期に太鼓の達人では初代ダライアス、影の伝説、忍者が収録され、台頭は音楽もすごいと思っていました。そして約10年経った頃に、最近音楽を聴いていないから何か聴こうと思った時に、太鼓の達人で聴いた台頭サウンド、ゾイドの音楽を未だに覚えてる。そうだ、台頭を聴こう。そしてズンタタの美しいメロディー、独創的な音楽性、曲の展開で驚かせてくれる、見事に新旧ズンタタのファンになり、音楽はこんなにも面白いんだと感動しました。最後になりますが、これからも小倉久吉音楽制作所さんの楽曲とラジオを楽しみにしています。沖縄住みの南々よりと。あ、沖縄の方。沖縄の方だったの。あ、この南々さんは、うん、うちが YouTube の全然ね、作ったはいいけどほとんど更新していなかったチャンネルを、うん、私がログインするようになって、うん、で小倉久吉音楽制作所っていう名前に変えて、うん、で公式通販のお知らせっていうね、うん、iPhone で作った告知動画を投稿した時に真っ先にコメントをくださった方で、うん、で後にラジオを投稿するようになってからも何度かコメントをいただいてたんだけれども、うん、CDR のあの俯瞰も持ってらっしゃると、はい、どうしたのかわからないんだけど、実際イベントに来られて買ったのか、うん、それとも誰か代わりに、あと通販かね。あ、そうかそうか、うん、通販かもしれない、うん、それは分からないんだけど、もう CDR 時代から、うん、もちろんあの USB までご購入くださっていて、ゾイドがね、そう、小学生の頃だった。いや、そのゾイドって、うん、何が入ってたんだ。え、ほらこの間楽曲エピソードで話したロゴス、ロゴスアズール、うん、だから2005年に CD が確かあたりに出てるので、うん、ちょうどだからあのゲームを小学生の頃にプレイされてたと。そうか。でまあ本当約10年だから結構大きく大人になった頃に、うん、最近音楽なんか聴こうかなって思った時に、ずっと台頭サウンドが耳に残ってて、そうだ台頭を聴こう京都へ行こうじゃない。そう思ってくださって、今こうやってラジオを聴いてくださってるっていう
びっくりしちゃうね。なんかそんなにさ、まあさっきの話じゃないけどさ、うん、その人生に深く関わってるわけじゃない。うん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 。ねえ、なんかこう、あ、なんか久々に音楽聴きたいなと思って、うん、ふっと出てきたのがその台東のね、そう、音楽だったみたいなところまでこう食い込んでて小学校から10年経った頃ってさ、うん、もう本当に20歳前後なのか高校生ぐらいなのかわからないけど、うんうん、まあどちらにせよ学生であったりさ、いわばその人のこう人生の土台になるような時期、うんうん聞いてくだ、だってそうだよな、よく考えたら小学校でゾイドの曲だったり、初代ダライアス影の伝説忍者私小学校の頃ね、パパの曲怖くて聴けなかったもん。そう、うん、すごい怖かった。まあダライアスは別として、うん、影伝とか忍者は別に、いや怖かったよ。あ、そう、うん、そうか。まあ聞けなかったって一応聞いてはいたんだけど、うちでも流れてたしね、うん、なんかなんだろうね、多分業が深かったのかねメロディーラインがどんなに明るくてもなんか怖いみたいな。だいたい俺は怒りながら作ってるからね。ああ、それがあったのかな。その負のエネルギーを感じてしまったんだねきっと幼な心に、うん、怒りと共に作られた作品に対して、それがだから多分さ、家族ではなければ、うん、全然気にならなかったなと思うんだよ、うん、その要素は。でも多分家族だったからなんか嫌だったのかもしれない、感じ取っちゃったのかもしれない。沖縄か、よく沖縄に。あ、ゾイドのゲームやったわけじゃないんだよね。いや、リアルタイムでゾイドをプレイしてお、そう、られたと。よくゾイドのゲームが沖縄まで売られたよな。あ、筐体がね。そう、あったよね。そんなにメジャーな筐体じゃないと思うんだけどそうだね、うん、厳選でも一時だから出た当初はいっぱい見かけたけど、だからってね、どこかしこにも置いてあるわけではなかったからね、こっちの方でも、うん、すごい、だから運命的な割と確率的には結構奇跡的な出会いだよね。でまたそう、太鼓の達人はさ、そこで聞いたっていう方はたまに聞くわ、そういう話は。太鼓の達人って なんかそのキャプテンネオが入ったとか、うんうん、その辺で情報は止まってんだよね。あ、うん、私もそうなんだけど、でもそれでプレイしてるとか、うん、そういうのはね、何回かちらほら自分の身の回りで、あの、オンラインじゃなくて、うん、あ、太鼓の達人でやったことあるみたいなのは聞いたことがある。じゃああれだね、シューティングゲームで作った曲が音ゲーに変わったわけね。うん、一時それこそグルーヴコースターがきっかけでさ、うん、来てくださった方、うんうん、もういたけども、若い世代の人が音ゲー関係で知ってくれて、うん、で今でも聴いてくださってるっていう。そう、だから本来のゲーム自体じゃないところで、うん、もうそこまでいったら純粋に音楽だよね。ああ、まあね、うん、なんかこう複雑な心境になるけどねまあそのゲームのために作ったわけではないんだけど、だからあくまで本当に音楽として好き、うん、だから逆もあるわけじゃん。そっから入ってダライアスをプレイするようになったとかさ。確かに、うん、まあね、嬉しくもありなんだろうね。そう、そういうふうに遡って、うん、本来使われていたゲームの方をプレイしてもらえると嬉しいけど、でもほらシューティングが別にさ得意じゃない人も結構苦手って人もいるじゃない。そうね、うん、でも音ゲーは大好きとかさ、うん、あ、難しいとこだな。うん、だからそれは本当若い世代が増えたっていうのは納得だよなっていう、うん、だってゲーム自体はもう相当前のゲームなわけで、うん、プレイするきっかけがまずない、入るきっかけ、うん、がなかなか少なくなってるから、まあね、それこそメガドラミニとかさ、うん、ああいうのに収録されて知ったっていう場合もあるかもしれないけど、うん、それだってある程度好きじゃないとさ買わないじゃん、そのハード自体を、うん、そうだからこうやってねお便りいただくようになって、こんなに若い方いらっしゃったんだって改めて嬉しくなってます。
ああそうね、うん、子さんの人は子さんの人でね、うん、当然ありがたいし嬉しいし、もちろんもちろん、若い人はね本当に何て言うんだろう、そういうふうに私こうだったんですって言ってもらわないと分かんないもんね。分かんない。ああ Twitter とかさ、うん、YouTube のコメントだと、うん、当然性別も年齢も、うん、きっかけも何にも分からない状態でコメントの内容だけを知ってる状態だから、うん、こうやってねお便りいただいてびっくりすることがよくある。なんかねたくさんとか農家の人さんとかさ、うん、AA さんとかさ、うん、本当申し訳ないんだけどどうしても時間差がね、うん、できちゃうんでね。そうそうそう、お便りをいただいてから読めるまでにね、うんうん、だいたい多い時は3ヶ月ぐらい分取っちゃって。そうだね、うん、まあもちろん本業の方をこう一生懸命やってるんで2人とも、うん、なのでどうしてもため取りをして、でお返事とかね、うん、そういうものに答えることができるのがこういうふうに時間差を持ってお答えするしかできないんで、そこは本当に申し訳ないなと思うんですけどね。ちゃんと読んで聞いてお答えしますんで、気長に待っていただけたら。そうそう、必ず全部すべて読んでますんで、うん、